現存する最古の地球儀。地球儀は地球を球体によって表現した模型である。平面に描かれた地図では方位、角度、距離、面積のすべてを同時に正しく示すことはできないが、地球儀は地球と同じ球体であるため、そのすべてについて正確性を追求することが可能となる。地球儀の縮尺は様々であるが、縮尺と 大きさを独立に決められる平面の地図とは異なり、地球儀は縮尺を決めると球体の大きさも決まる。地球儀と同じような製法で、天球儀、月球儀、火星儀なども作られている。これらを地球儀と組み合わせることによって、地球の表面のほか他方の天体の表面についても理解できるようにしたものとして、地球儀と月球儀あるいは地球儀と天球儀を組み合わた、二球儀、や、 地球儀と月球儀の他に天球儀を組み合わせた三球儀と呼ばれるものもある。現存する日本製の最古の地球儀。渋川春海作。1695年生。紀元前150年前後にキリキア地方のマロスデキュニコス派のギリシア人の哲学者、クラテスによって作られた地球儀が最古のものとされている。中世においてはイスラム世界で 地球儀が製作された。地球儀として作られ、現存している最古のものは1492年に、ドイツのニュルンベルクでマルティン・ベハイムが製作したものである。1700年頃に、オランダのファルクが作成した地球儀が世界中で用いられ、日本の平戸藩主松浦青山が入手した実物が、現在も松浦資料博物館に保管されている。 日本では1606年に林羅山がキリスト教徒が唱える地球球形説を論難してハビアンと議論した際に登場した円形下の地図が地球儀であったとされている。その後、渋川春海や芝公館が西欧のものを真似て地球儀を作成し、元木義長も地球球形説を支持した。江戸末期、静岡の角田桜武が地球儀を作成した。 従来の大量生産の地球儀は、紙製の世界地図を球体に貼り付けて作成されていた。まず平面上に世界地図を描き、次に描かれた世界地図を細長い防水型にカットする。この時、赤道近くはほぼ元の地図のまま残るが、極に近づくほど細くなる。こうして作ったコアを球体に貼り付けていく。貼り付けた後、極地方の歪みを修正するため、 北極、南極それぞれに円形の地図を貼る。街の数を多くするほど、極地方を引き伸ばす率が低くなり、地球儀の正確さが高まる。しかし、実際の地球は完全な球体ではなく、赤道近くでやや膨らんでいる楕円形のため、それを再現することは極めて難しく、量産品においては実現できていないのが現状である。近年では、熱可塑性樹脂を用いて、 平面に歪んだ地図を印刷しておき、これを半球に成形して貼り合わせる製法もある。ビーチボールに地図を印刷した簡易式のものは安価計量で扱いやすいため、広く出回っている。地球儀は通常、北極点と南極点に当たる部分に時空けが取り付けられ、球体の外側から弓と呼ばれる金属製フレームによって外側から2つの時空けを 支える形で台に固定されており、球体を回転できるように作られている。この他軸を円形の金属製フレームを取り付けて、北半球と南半球を回転できるようにしたものや、外側にフレームを取り付けずに、球体内部に直接軸を通しているものもある。また、後天面に対する地軸の傾きを表現するため、円直方向に対して23.4度傾くように、 時空気が付けられている。このことにより、地球儀の真横からスポットライトを当てて太陽に見立て、日や季節がどのように変化するのかを容易に見られる。また最近の地球儀の多くには、継線、遺線が引かれており、地球上の特定の地点のおおよその位置を容易に見つけられる。地形を表現するため、陸地が浮き彫りになっている、地球儀も存在する。こうした、 地球儀においては地形をはっきりとさせるために通常は標高が誇張され水平方向よりも大きい縮尺になっている既存の地球儀と電子技術を組み合わせて付属のペンで位置を示すと音声が流れる製品が開発され販売されている米国の IT 会社 Google が制作した Google Earth や NASA 制作の NASA ワールドウィンドは電子版地球儀と呼ばれている コンピュータグラフィックの特性を生かし、元来の地球儀では表現できなかったプレーンな地球の姿から国境や道路などといった詳細までマウス一つで拡大、縮小の操作ができる。ありがとうございます。